あまりボタン押すとなんか変に干渉する感じ。そうそう、いつもあいつも撮ろう撮ろうと思っててさ、サムネ用のさサムネ用の写真をこれ動画ですよ、ちなみに。固まってたけど、言ってよキヨちゃん、言ってよ。サムネ用の写真をさ、あの撮っといたら楽やのになっていつも思って。確かに、これからは撮りましょう。今回はこれサムネしよう。もう一枚撮らんかな、2枚撮らん。あ、フォールガイズ、フォールガイズですよね。そうなんです、緊張しますね。ちなみにこのヒット確認をめっちゃちゃんとできとんなってなるプレイヤーはプロの中でも結構上位のプロ。ちなみに、あの、まあ、練習やったら多分どんなプロでもまあまあうまくやるでしょうけど、その大会でも人確認ちゃんとできてんなっていうのは結構ちゃんとしたプロって感じです。だっていろんな、その止まってるだけのわけじゃないじゃないですか、攻撃とかもやってくる。その中軽くなって当てて人確認できた上でやりに行くってことですね。そういうことなんですね。そんなんもう無理。無理ですよ。あの格ゲープレイヤーがあの習得しようとする技術の中でもうかなり9号目から10号目くらいのそんな難しいことをお願いしようとしてるんですか。そうです。マッポルちゃんはそれぐらいいってるという体で、はい、もちろんもちろん体でいきましょう。ヒット確認王ですよ。ヒット確認王なりたい。はい、さあゲーム起動しました。はい、これまずはですね、分かりやすいようにその設定を変えてどっちでもやろうと思ってまして、はい、まずは1秒で60枚の少ない方でやるので、うん、普通より今から後からやるよりこっちの方が難しくなってるはずっていう感じ。はいはいはい。じゃあこれ内容も説明した方がいいですよね。めっちゃマニアックなんですけど。マニアック。今からでもプルちゃんがやろうとしていることは、はい、プルちゃんはこう技を出したいと。はい。でガードを見てその技を出したり、ガードをされたら止めるという、寸で止めるというような。あ、そうです。まあ、しゃがんでキック、まあ、しゃがみ中キックを出して、うん、ガードされてたらその後何もしない、何もしない。当たってたら連続ヒットになるように竜巻旋風脚も出すと、はい、いうテクニックを今からやってみます。はい、はい、じゃあ10回連続でやって何回成功するかっていう感じでいこうと思ってますので。 OK、 じゃあまずは60フレームレートって、ね、60リフレッシュレートが、リフレッシュレートが60でいこうと思います。はい、じゃあやってみます。はい、じゃあいきます。はい、失敗。1回目失敗ね。心の準備がなかった今、難しいな。じゃあいきますよ。あー2回目失敗。ちょっと難しい。まあまあガードせえへんっていうね。あ、ちょっと押しちゃった。押しちゃった。まだ1回しか成功してないですね。ガード。ガード。ああ。打っちゃったこれ。これ失敗ですか。これ失敗です。ガード。ガード。うわ。10分の3しか成功しなかった。そうですね。10分の3で。丸3つ。はい。これまたとんでもなくラジオで伝わりにくいすいません。ちょっとでも今のフレッシュレート60では10回中、はい、まあ、僕は3回しか今成功できなかったという、はい、ことでございます。はい、でもヒット確認も結構本当プロもすごく格上のというとあれですけれども、そうですね、すごく上級の方がやる、はい、技と言いますかね、うん、テクニックって言うんですかね。そうですね。で大会でこれをその練習じゃなくて大会の実践の場でこれをちゃんと成功させてるっていうプロはもう本当にこう一握りトッププロみたいなやっぱ扱いになりますね。それを誰が、まあ、それを誰がやってんねんって話なんですけど。まあでもね、プルちゃんもはいすごい実績をお持ちの方でございますので、むしろ10年前ね、だってごめんね、比べるのは良くないと思うけど、はい、私と信谷さんやったら多分一発もできないよ。そうそうそう、違いは分かんない、ね、必殺技出せてない時に偶然ガードして成功してるみたいな感じで。そう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 、はい、でこれで設定を直してもらったわけですね。はい、はい、続いてはリフレッシュレート240ですね。はい、はい、さあ参りましょうか。10回連続で何回成功するか、じゃあ行ってみます。
はい、3連続成功。ノーマル、あ、4連続成功。カード。あー、惜しい、惜しかったー。で、押せてた。あ、すごい、すごい。まだ1回しか失敗してない。カード。カード。カード。10分の9。おっしゃ全然違うね。カブ、ま、なんでカプコンカップ優勝優勝はルクブルー、おめでとうすごい、え、こんなに変わります、こんなに変わんの、めっちゃうまない、ルクブルー、うまい、うまい、いや、でも、モニターのおかげ、いや、モニターよ、モニターのおかげ、いや、これしかも、あの、皆さん、お二人は分かってくれたと思うんですけど、うん、失敗した一回もボタンは押せたんやけど、発動しなかった。ちょっとだけ間に合わんかったっていう。うんうん、だから、9.8 回成功した。いや、8ってだいぶ上の方もね。5とかじゃないの？ 5 じゃない。あ、厳しいな、意外と。意外と厳しいな、二人とも。え、でも、そう、プレイしていた感じ、やっぱり違う？これ、全然違いますね。違うんや。いや、あの、1回目、あの、フレッシュエイト60の時は、うん、もう常に半信半疑。ガードしたんか、うん、当たったんかみたいなのは。そうですね。で、成功した時も、あの、ま、運よくガードしてたみたいな成功の仕方がやっぱ多くて、はいはいはい、で、2回目は、めっちゃ明確に、ガードの時は絶対押さないし、うん、当たった時も、押せて、あとは間に合うかどうかみたいな感じやったから、もう全然世界が違います。違うよね、やっぱ操作してても。全然違う。あの、プルちゃんの体の反応を、はたから見てた私は、力み方が全然違うんですよ。そうそう。なんかあの、力むとこまでいかんかった、フレッシュエイト60は。もうあの力んでるまま終わったんだっていつやみたいなのを常に感じながらやってたけど、240になってからはちゃんと見てから、見てから押せるから反応してちゃんと打ってる打ってるっていうのが分かった。いや、これこれすごいな、自分でもビビるぐらい差ある。違う全然ちゃいますわ。なんやったらこの間の144ぐらいでもちょっと試したいけどな。あーですね、やっぱ240の方がいいのか140の方がいいのかみたいな。そうっすね。まあでも多分、こんだけ差あるんやったら、やっぱり、枚数によってだんだんこう、良くなっていくんやろうね。うん、なっていくんやろうなっていう気がします。買っちゃうよ、いい山、どうしよう。買っちゃう、このままじゃ。いや、結構、あの、ラジオで確かに伝わりにくかったかもしれないんですけど、プレイが成功したしない、これ、フラヒーフラ、はい、YouTube の方に動画をアップしようと思いますので、皆さんもぜひ、あの、この後、9時30分からね、チェックしていただきたいと思います。ということで、この時間は飯山にディスプレイで体感しようという話題でした。いや、すごい、マジこんなにうまくいくと思うんだけど全然違ったね。最初のあの、はい、ビビり方何やったっていうぐらい最初3回ももうガード、偶然ガードしてて成功してるんですから、すごいですね。全然違うのね、マジで全然ちゃいますわ。ただこれ全然違うなってなれるのは本当にめっちゃやってるやつだけだと思うああ、その違いはね。だからその基本的にはやっぱ一般ユーザーの人はその知らん間に成就してる感じ、あ、傍受傍受受け取ってる、受け取ってるって 何でしたっけ、受け取ってる、成就されてる、成就、成就じゃない、それ、それ成就はなんか願い事とかあ、そうやな、成就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 されてる。プルちゃん今これ144にしてんけど、一回やってみる。これ、あ、わかりました、はい、あ、ごめんなさい、牛トロ3個目じゃあ、もうすちょっとだけでいいと思う。はい、違う、これは後でその240の時と、ああ、あと240とまた違う、あ、違う、なんかこっちの方がちょいむずいな。でもそうなんや、半言うたらでも半分ぐらい、うわ、おせやん、お、おそなってるっていうか、そうですよね、あ、おせやん、出ないね、そう、出る底辺もあるかもしれない、ね、その反応の速さが、そうですね、押すタイミングがやっぱちょっと遅れてしまう分、うわー、間に合わん、え、防御の 1.3? あー、間に合わん、3成功、 なんかあんまり、もうめっちゃ失敗しました、今もう一回やろう、まあ、それはあれ、今これランダムカードになってる、あ、なってるわ、ね、うわ、出ない、出ない、うわ、あ、
やっぱ違うね。240全然違うね。絶対違うわ。240の時なんかむっちゃ咲いてましたもん。すごい全然もう、あ、見てから売ってるっていうのがすげえ分かった。すごいですね。あ、こんな違うんやね。あ、すごい。でもプーちゃんとかニコニコ動画とかやってたら、あのバタフライとか結構流れてなかったな。ネタで。あ、分かるかも。どんな歌でした？あ、分かった。聞いたことある、それ。それか。ちょっとあのこれ全員うろ覚えようです。これ出れます。もうほにゃほにゃで歌い切るんで、うろ覚えよう出れます。今のは代表も決まったんでって言って。そうですね。そうそう、代表の話ちょっとここでしようかなと思ったんですけど、はい、超胸熱展開でしたよ本当に。現場で応援できたらめっちゃ楽しいやろな。しまったー、うん、応援しとる人が勝つのってほぼないんで、うん、たまらんかった。応援しとるのが勝つ、あ、そういうことか。その一人しか優勝しやんから、うんうんうん、やっぱ基本応援しとるやつは優勝しないんですよ、まあ、確率的にそうそうそう、どっちも優勝したからね。それがどっちも優勝したっていう。俺ずっと手挙げたもん、イエーイ。多分周り見てる人はあの手挙げてるおっさん誰やろって思ってる、うん、お父さんやと思ってる。お父さん多分親族、親族、親族やと思われてると思う。イエーイ、やった、イエーイっつって、よいしょっつって、イエーイ、一人だけ手挙げてたもん、こうやって。いや絶対挙げてまうな、おったら、うん、そりゃそうですよ。菅選手も隼人選手もようやりましたね。うん、二人とも決まったから本当にたまらんかったもん。行ったこ17と19で行きます。いやほんまに、はいはい、1セット取られた時でちょっと冷や汗出たよね。そうっすね。あの本当、あの決勝トーナメント入った時のさ、はい、あの負けた時あったやんか。はい、ありました。あの時もなんか、ま、1セット取られて、どうしようとかなってパニックになってたやんか。うん、ちょっとあれがちょっと脳裏よぎって、うん、あー、そっか。でまたちょっとこのままパニックになってやられちゃうんかなと思ったけど、そこでなんか一回深呼吸してた。大成長してるやん。切り替えたんや。大成長してて、だからしかも先に1セット取られ、1セット取ってからの1セットじゃなくて先に1セット取られたから、うんうんうん、余裕が全然ない状態やってなったけど、そこで一回彼は深呼吸して、へえー、すごい。そっからもう圧勝でございました。それ2セット選手なんですか？2セット選手。あ、それで1セット取られるのは怖いな。日本選手2セット選手やったんで。なるほど。取り返して。そうそう。プロのアスリートだよ、もう。そうそうそう。ちゃんと立て直せるっていう。やばいな。ちなみに何先やったんですか？2先の2セット。2先の2セット。2先を2回と取られた。2先なんてもうないもん、そうそうそう。次1本でも取られたらもうリーチやからね。やばっ。そうや。そっからも取らせずに圧勝で決めていきましたけども。すげえな。成長してますね、はい、だから あのその2人とかナコミク先生とか、うん、でもほんまに強いやつはメンタルもすごいですね。そうそうそう、あの場で勝てるっていうそのメンタルを持ってないとやっぱりオフでは勝てない。1個だけ鬱陶しい話していい、うん、僕も大会とか本番になったらめちゃくちゃ強いタイプなんですさっきとこれも一緒。そう、本番が一番うまい。力発揮するから集中力が違うね、やっぱり。そう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 、まあ、逆にスイッチあるそうですね。逆に言うと練習とか普段結構弱かったりはするそれのギャップのせいで強く見えるんかもしれへんけど。いやでもそれはあの勝てるアスリートですよ。まあ逆もいますからね、うん、練習で待って本番が、うん、ブルペンエースとかね、よく言われますけど、野球の世界では、うん、そうかそうか、あー、なるほど。ブルペンではもう誰しもが認めるエータもほんのに、マウンド上がったら打たれるっていう。ああ、で僕ほんまに体感の時の方が強いなって自分で分かるぐらい差ありましたよ。あー、多分こうピーンってスイッチ入るんですよ。なんか、うん、羽生結弦くんの目つきぐらい変わるんですよ、多分。こうカンってこうそ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 う、この目、この目、ちょっと違う目な気がしますあの今の目とあの本番中の目比べてください一緒やつ一緒、全く一緒っつって一緒やわ横並びになる可能性も違うと思う違うと思うな、余計な話しました。そうですね、はい、すいません、はい、
イースポフライデーナイトフィーバー、ここまでのお相手は清瀬こと清田のぞみと、あの信谷こと信谷拓也と、ルクプルこと野呂啓士でした。それではまた来週。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや、うまくいってよかったな。すごかったね。もうこんなに違うのかっていうぐらい出たね。ね、あの、うん、よくある陥りがちなミスが、あのモニターの設定だけ変えてて、ゲームの方の垂直動機みたいなのいじってないとかが、はいはい、でそれやと変わらないんですけど、垂直動機って何ですか？なんか僕もあんま詳しく分かってないんですけど、なんかね、そのセッティングするところがあった。なんかそのゲームの方の設定も変えなきゃいけないんですよね、やっぱ、うん、もともと60フレッシュレート60でゲームが作られてるから、はあ、そのもちゃんと、うん、そのリフレッシュレートに合わせるようにセッティングが、うん、そのグラフィックボードの方の設定でちゃんとあったん。さっき見たらストリートファイターをするときはこの設定に変えてねっていうのがあって、そうなんです。ゲーム内の設定じゃなくて PC のグラフィックボードの方の設定であったん。そうそうそうね。あー、なるほど。だからそのそこも変えないと、さっきそのあれですよね、最初にあれ、あ、そっかそっか、うん、そのまあ単純に言う、そのフレッシュレート60前提で作られてるゲームの設定側も変え、ゲーム側の設定も変えなきゃいけないみたいな、うん、じゃあ信谷さんが一番最初にこれをこれにしなきゃダメなんだよっていうのは、それはモニターの設定 で、その後のパソコンの設定も、このゲームをするときはこのリフレッシュレートに合うようにっていうのを、機能をオンにした。大事ですね、それね、言わないと言わないとダメ。でも本当に、うん、あの